ファーストのケイタです。ベンチプレスがなまら強くなりたい仲間のみんなへ、今回のテーマはですね、シャフトの下ろすボトムの位置です。まあ一番正しい位置がどこかという質問に答えていきたいと思います。ですね、ちょっと自分はブリッジを求めるべきか、まあ、可動域ですね、可動域を狭くするのを求めるべきか、もしくは出力の一番強いところを求めるべきかっていう形の質問をいただきました。でどうしても可動域を狭くしようとして、要はブリッジの一番頂点お腹側ですね、こちらに下ろすとなんだか出力が出ないような形です。で逆にこのブリッジのちょっと低い山になっているこの下側の方ですね、この辺ですね、この辺にシャフトを下ろした方がなんだか出力出る気がすると、はい、でそれはまあどっちが正しいのか、どっちでやっていった方が今後のためになるのかっていう質問でした。でまず単刀直入にですね、僕の意見から言いますと、今自分が一番出力出る部分である程度やっていただいた方がベンチは伸びると思います。はい、まあ、これにはいろいろ理由があるんですけれども、まあ、ちょっと今日はベンチをやりながらですね、なんかこう解説して いければなと思っておりますので、いろいろちょっと見ていただきたいなと思います。でそのブリッジの頂点に下ろして、まずなぜ出力が出ないのか、出力が出なく感じるのかっていうところなんですけれども、こちらはもうそもそも出力が出ないポジションに、まあ、どこか一部でも行っちゃってる形です。例えば手首もそうです、肘もそうです。で、まあ、肩甲骨のところ、まあ、肩のところ、シートに触れてる部分ですね、はい、あと足の位置、これどこか一箇所でも変な風にマッチしない形のフォームになってしまうと急に出力出なくなります。で、まあ、結果そこが上がらないにつながっちゃうんですよね。上がりが悪いにつながっちゃいます。ちょっと悪い例として先にやってみます。おそらく横から見てもらった方が分かるんですよ。例えばこれぐらいブリッジの高い肉頑張ってる人がいますよね。でこの頂点にシャフトを下ろそうとした時に、例えば手首立ってる状態、頂点に下ろそうと頑張ってこうなります。これ見てわかると思うんですけども、肘の角度ですね、この肘の角度が外れてます。だからこっち側に潰れそうですね、はい、でなおかつブリッジもどん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 開いていって、この肩の部分もシート上の方に滑っちゃいます。これで結局頂点に下ろして可動域は短いはずなのに、しっかりシャフトに力を伝えれてないという形。これじゃあどうすればいいの、まあ、例えば手首今立ってる状態でシミュレーションしたんですけれども、じゃあ手首寝かせればいいのかっていう問題なんですけれども、今度例えば無理して頂点に下ろそうとすると、手首は寝かして手首はマッチしてても、まあ、肘がマッチします。じゃあここどうなのか、これ外れてるんですね。そうなったらまた上がらないにつながっちゃいます。出力出ないです。じゃあいつまでたってもそれかって違うんですね。どん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 ブリッジも育っていってフォームも上手くなっていけば、例えば肩の位置もっともっと下に入ります。でどん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 下に入ってくると、より頂点に下ろせるようになります。でどんどん下に入ってくると、今度肘の位置もマッチしてきます。で、まあ、手首の方も、まあ、必然的に、まあ、マッチするというか、まあ、その辺はちょっといろいろ試行錯誤しながら、勉強しながらどんどん、まあ、知識だったりとか、まあ、肉体だったりとか、いろいろ育っていくので、その中で、やっと自分のブリッジの頂点に下ろせるようになってきたかなっていう形で、年数を少しちょっとかけていただいた方がいいと思います。もちろん、どん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 、柔軟性も上がって、筋力も上がって、まあ、それこそ若い、方でしたら、成長スピードすごく速いので、どんどんマッチして、もう、それこそ1年2年ですぐ始めて、もう半年ぐらいでも頂点に下ろすっていう方もいます。まあ、本当にその方は素晴らしいなと、もう圧巻ですよね。はい。ただもし自分がそうではない形であれば、とりあえずは今は
一番出力の強いところで頑張っていただきたいなと思います。で、その中でやっぱりブリッジですよね。あの柔軟性を高めてブリッジを頑張っていただくと、ちょっとずつちょっとずつ、まあ肩甲骨も入ってきたり、まあ肘の位置をマッチしてきたりします。で、ちょっとずつバーが下に下ろせるように必然的になってきますので、それをちょっと待ってあげるようなイメージですね。で、なんで、まあ、ブリッジは思いっきり育っていきます。育てていきます。柔軟ポールで柔軟上げるのもそうです。まあ、股関節周りだったりとか、まあ、ちょっとブリッジに遠い部分もしっかり肩周りとかも柔軟してあげて、もうその時に備えてあげるようなイメージですね。で、どん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 それがマッチしてくると、しっかり、まあ、肩甲骨の肩の位置、肘の位置、手首の位置、シャフトの位置ですね。この辺、まあ、あと足の位置、お尻の位置、すべてがマッチした上で、頂点に下ろせると、この頂点で出力が出る形になります。はい。なんで、あまり慌てない方がいいです。自分が今まだこの辺が一番力入るなっていう形であれば、出力をバーに伝えれるなっていう形であれば、そこが今は握りだったりとか、肘だったりとか肩、これマッチしてる証拠なんで、そこを無理して変えずに、そこをとりあえず頑張ってください。はい。その方がやっぱり筋力的にも伸びるんで、パワーリフティング、ベンチプレスもそうです。パワーリフティングってパワーってつくぐらいなので、やっぱり技術だけではダメです。やっぱり技術プラスパワーが必要になるので、これ今、どっちが先に自分がゲットしないといけないのかなっていう部分だと考えてください。はい。自分はパワー重視、パワー先行型だな、技術先行型だなっていう形で認識してあげて、もし、ボトムの方、すごく辛いところしか今下ろせない。でもそこはすごく力出るんだよなっていう方は、自分はパワー先行型だなと思って、しばらくパワーつけましょう。はい。その中でずっと技術が備わってきて、どん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 頂点に下ろせて可動域も短くなって、突き詰めれるようになってくるので、そこは慌てないでやっていただきたいなと思います。はい。で、先ほどちょっと間違ってる例というか、外れてる例ですね。これやったんですけれども、ちょっと、じゃあ逆に合ってる部分ってどこかっていうのをちょっとだけお見せします。実際今、例えばお腹、頂点、すごく高い状態にしても、下ろす場所で一番ぴったりはまっている場所は、この辺です。シャフトの握ってる位置と、肘の位置と、肩甲骨、肩、シートに触れてる位置ですね。ここではないですよね。ここです。はい。なんで、意外と頂点ではないです。はい。これをどん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 頑張っていただくと、まあ肘だったりとか、手首だったりとか、まあ肩甲骨の反りで、しっかり自分のブリッジの頂点に下ろしても、出力が出る形になっていきます。はい。その技術もどんどん高めていけるようになりますので、ちょっとまあ映像なんで、実際生で見るわけではないんで、なかなか伝わりにくかったり分かりにくい部分ってあると思うんですけれども、はい。少しでも何かこう参考にしていただければなと思います。はい。今回の動画いかがだったでしょうか。まあちょっとですね、どうしてもまあこのまあ今回のまあお題といいますか、ご質問に対しては例えば文字だったりとかこういった映像で伝えるのってなかなかちょっと難しいところではあります。どうしても手取り足取りこう例えばまあ近くにいれば教えたりとかですねしたいところでは実はあります。はい。なかなか難しいところなんですけれども、あとはまあ自分を信じてと言いますか、自分の体の感覚だったりとか一番力の入るのを自分はここだと、はい、しっかり信じて、まあどうしても今ですね、まあこういった YouTube ですとか、まあ SNS とかですね、すごくいろんな情報あります。強い選手のフォームいっぱい見れると思います。もちろんそれはすごい大事なことです。で、いつか自分はそこに到達したいと、自分はそのねフォームになってみたいっていう形で頭に置いとくのはすごく大事です。なんですけれども、すぐそれを真似しようと思ってもなかなか難しい部分があります。強くなるためには近道はできません。はい。これ実際まあみんなそうだと思います。やっぱり強くなるためにはそれなりのやっぱり苦労だったりとか努力だったりとか、はい、いろんなプロセスが、まあ、あって今の自分があるという形になるので、はい、必ずやっぱり今自分が一番出力が出るところですね、出力の出るところでまずはベンチをやってあげるっていうのは、はい、これ大事だと思います。その中に少しのヒントだったりとか少しのアイディアだったりとかいろんなものを自分の中に取り入れてあげると、唯一自分しかできない何かこう技だったりとかベンチだったりとか
そういったのが、まあ、自分の得意な部分だったりとかがしっかり出るのかなと思いますので、少し参考にしていただければなと思います。はい、では、まあ、今回の動画を見ていただいてありがとうございます。もしよろしければ、チャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いいたします。バーストのケイタでした。